皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もね、いただいたご相談にお答えしていきます。3人のね、お子さんのいる方からのご相談、そして、心理学にね、興味が出てきましたが、どうやって、学んだらいいでしょうかというね、ご質問も届いてますので、こちらにもお答えしていきます。はい、ぜひ最後までお付き合いください。でね、本題に行く前に、第566回、まあ、前の前の前ぐらいの放送で、十津川村についてね、お話ししたと思います。奈良県の最南端にある村なんですけれども、ここがね、すごくお気に入りのお出かけスポットです。まあ、村、山あいのね、村なんで、川も綺麗で、だからまあ夏のお出かけにぴったりですと、温泉もあってね、好きなんですっていう話をしたと思うんですが、これ行ってきました。はい、めちゃくちゃ良かったです。まあ変わらずですね、もう4年前に行った時と何も変わらない景色っていう感じで、まあそういうね、こう変わらない原風景が残ってるというのはいいですね。日本は自然豊かですね。で、同じ宿にね、泊まったんですけど、宿も変わってない変わってないというか、ちょっとなんか4年分古くなったというか、まあそんな感じもあって、なんかお客さんもね、なんかもうちょっと夏のね、ハイシーズンなんで、もうちょっといてもいいんちゃうかなと思うんですけども、そんなにね、普通に予約も全然こう満席とかじゃなくて、満室じゃなくて普通に取れたんで、休日とかでもね、なんか逆に心配になるんですけれども、もうちょっと十津川村ね、注目してほしい一方、もうお宿とかもね、やっぱ経営もあるんで、たくさんの人に来てほしい気持ちもあるけど、でもあんまりこんといてほしいという気持ちもある今現状ね、やっぱり全国から集まってくるみたいなね、有名観光地っていう感じでもないし、世界からね、インバウンドでたくさん外国の人が来るっていう感じでもないんで、まあだからこそ、こう、リフレッシュできるというか、人が少なくてね、のんびり過ごせるっていう良さもあるんですけれども、人が来ないことには、お宿とか温泉の経営とかも心配なんでね。どうなんやろと思いつつ、まあそんなね、新しい旅館とか全然建ってないですからね、もう昔に、建てられたやつがもうそのまんま古いまま今も経営が続いてるっていう感じのエリアなんで、全然もうモダンなね、新しい宿とかない、もう古い温泉地なんですけどね。まあまあ、そんな十津川村好きでね、子供の頃からよく行ってたような場所です。妻のね、ユミがブログでちょっと日記というか感想も書いてくれてるので、よかったらブログもね、見てください。インスタではね、ストーリーズ上げたりとかもしてますので、インスタもね、よければフォローいただければと思います。放送のね、説明欄に URL 貼ってますので、ご確認ください。はい、じゃあ今日のね、レターに行きます。なべともネーム、海空さんですね。大輝さん、ゆみさん、はじめまして。いつも配信心地よく聞かせていただいています。奈良に近い大阪住み。30代。なんとなく考え方も夫婦ともに似ていて、お二人に親近感を持っています。ありがとうございます。奈良に近い大阪住み。どの辺ですかね。寝屋川とかかな。八尾とかかな。東大阪とかかな。まあちょっとローカルな地名出てきましたけど。ね、ありがとうございます。はい、今日は最近モヤモヤしていることがあり始めてレターします。私には年中の双子と1歳の3人の子供がいます。年中双子と1歳。年中って何歳や ?4 歳ぐらいですかね。4、5歳ぐらいかな。と、1歳の子供3人ですね。母である私が育休。夫はフルタイム会社員です。産後生理が再開したあたりからホルモンの影響や日々の疲れもあって、最近夫にイライラ、八つ当たりしては自己嫌悪に陥っています。夫は家事育児すべて協力的で、世間で言うイクメンです。育児するメンズですね。イクメン。体力もあるし、メンタルも安定しているタイプです。先日上の子のお誕生日があり、私はケーキやご飯、プレゼントなどいろいろ考えたり準備したりしてあげたいと思っていました。
でも実際パーティー当日は赤ちゃんもいるし、思っていた段取り通りにはもちろん行かず、そうなることは分かっていたし仕方ないと頭では理解しています。夫や子供からしたらケーキをみんなで食べて楽しくお祝いできたら飾り付けとか料理とかはいい意味で何でもいいのです。パーティーは一例で、旅行も外食も私は行きたい気持ちがあるけれど、私一人では夫と三人の子供を楽しく巻き込んでいくキャパがないのだから高望みなんだろうなと頭では理解しています。頭では理解しています。2回目の登場ですね。うん、頭では分かってます、でもやりたいんです。うん、なるほど。夫は特別なことじゃなく日常の幸せで十分なのだから頑張ってまでしなくていいという考えです。イライラするくらいならそんなに頑張らなくていいやんと言われ、正論すぎて何も言えず、けれど心のどこかで、じゃあ私のやりたいという気持ちはどうしたらいいんだろう、夫は私のやりたいを一つも叶えようと思ってくれないのかなと寂しさが込み上げてきました。子供にも夫にも私のやりたいを押し付けてはいけないけれど、たまにはママのために付き合おうと言ってくれたらどれだけ嬉しいだろうと思います。このモヤモヤお二人ならどう受け止め、どんな言葉をかけてくださるのかなと、私のカラカラの心のコップにお水をもらいたくてレターしました。ああ、カラカラの心のコップにお水を、そっか、カラカラなんですね心のコップがね。うん、レターしましたの後にこうピエンみたいなね、あの泣きそうな絵文字もつけてくださってるんですけど、そんな表情というかお気持ちなんですよね。うん、海空さんメンバーの方ですね、レターありがとうございます。これちょっと配信やとわかんないですけど、海空さんね、アイコン、チャンネルのアイコンが見えるんですけれども、多分ね、これお子さんが描かれた絵なんでしょうね。年中の双子ちゃんのどちらかですかね、が描いた、おそらくお母さんを描いたであろう絵、これがねアイコンになってるんですけども、可愛いですねニコニコってね笑ってる表情の絵がアイコンになってるんですけれども、可愛いなと思いました。でですね、まあまず率直にね、僕がもうレター読みながら思ってたんですけど、僕はね子育て経験はないんですが、ないけどこれはわかる、年中の双子と1歳の3人の子供がいるってもう超大変やと思うこれはね、僕の想像してるよりもさらに2倍3倍と大変やと思う。僕の想像をね超えてると思うんですよ。うん、いやもうよっぽど大変やろなと。でね、こんなことをこう例に挙げるのは申し訳ないというか、もう冗談なんで聞き流してほしいんですけど、この配信でもね This is Us っていうドラマ、海外ドラマなんですけど、これをね好きで見てるんですっていう話したことあると思います。これねめちゃくちゃいいドラマなんで、見てない人はぜひ見てほしいんですけど、 This is Us っていうね、ドラマでして、でこれ、まあ、ネタバレってことでもないか、まあまあこれはまあうん、ね、ネタバレじゃないと思うんで言うんですけど、その三つ子をまあ身ごもるんですよね、その主人公のね奥さんが三つ子で、もうお腹もいっぱい大きなって、でね、妊婦の期間ね街でこう出かけたりとかしたら、うわー、ね、お子さん生まれるんですねみたいな話になって、三つ子なんですって言ったら、その街の人がおー、それはお気の毒にみたいなことを言ってくるみたいな、まあそれ冗談というか、はははみたいな、いやほんま大変ですわみたいな感じのやりとりなんですけど、まあね、だからその三つ子みたいなもんですよね。そのちっちゃいお子さんがね、三人いて、うん、そのね、ドラマでももうなんか毎日お祭り騒ぎというか戦争みたいな感じで、初期のね、その赤ちゃんの頃とか描かれてたりね、するシーンもあったりしたんですけども、いやもう相当ね、相当頑張ってはると思うんですよ。このまず生活を成り立たせる、育児ね、で育休中で家事もねされてると思うね、もう家庭をその成り立たせる、毎日の生活を送っていくっていうだけで、多分もう精一杯頑張ってはるんちゃうかなって思うんですよね。まあだからね、日々の疲れももちろんあるし、まあホルモンの影響とかもねあるかもしれんし。
もうイライラ八つ当たりするのは当然当然やと思ってもらってもいいんちゃうかなって思います。いやもうそらねしんどいし頑張ってんねんから八つ当たりぐらいするよと、イライラもするよと、ね、そこをまずね、そこを基本のベースにしましょう。うん、もうね笑顔いっぱいでいつでもニコニコしてイライラもせえへん、まあそらねそういうね毎日が遅れたらいいですよ。誕生日やなんやっていうイベントもね精一杯なんていうかな飾り付けやらなんやらこだわってね特別な日にしてあげたいね。もうその気持ちはねめちゃくちゃ伝わってきますし、いやほんまにね優しいというか家族思いというかお子さん思いというか、うん、まあほんまにこう愛のあるねお母さんやなって思うんですけれども、それがこう見た目でねいろいろあれやってこれやってっていうのができない、これはねもう当然当然です。うん、なのでまずもうできなくて当然、イライラして当然、怒って当然っていうその自分の基準をそこにねちょっと設定してみたらどうかなって思うんですよ。もうめっちゃ大変やと思いますよ。まあ、僕やったらっていう仮定が成り立たないですけど、まあでも僕やったとしたら、もうそもそもこの生活が成り立ってるかすらもう怪しいですからね。加えてその誕生日でこんなことしてあげたい、あんなことしてあげたいって、こういうことしてあげたいっていうことすら思ってるかわかんないです。なので僕の率直な感想としては、海空さんね、なかなかねうまいこといかへん、できひんかったね、そういうこともあるかもしれん、イライラすることもあるかもしれんけども、まあ、それはねもう仕方ないですよ。それだけ大変なあの毎日送ってらっしゃると思うので、しゃあないで、しゃあないのをしゃあないからって言って終わらすんじゃなくて、でも私は誕生日こんなこともしてあげたい、外食も行きたいね、自分の生活も楽しみたい、自分のしたいっていうのがあるじゃないですか。で、それを実現させたいっていうエネルギーもあるじゃないですか。もうそれだけでもすごいですよ。うん、すごい。うん、すごいです。ね、自分のしたいことをちゃんと叶えてあげようっていう自分をこの大切にする姿勢、そして子供のために、誕生日はね、それはもちろんね、ケーキを食べて楽しくおめでとうって言ったらそれで十分。それもわかるけど、でも飾り付けとかもやりたい。料理とかもこんなね、普段出さへん料理作ってあげたいとか、いう思いがある。思いがあるだけで、もうね、海空さん超優しくないですか？そんなお母さんめっちゃ嬉しくないですか？子供からしたら。実際できてるできてないはさておき、誕生日にこんなことしてあげたい、あんなことしてあげたい、ね、旅行も一緒に行きたい、ね、子供が3人いて大変やから、もうそんな行ってられへん、無理無理無理言ってね、誕生日もね、適当でええやんって、もう、ろうそくね、ケーキに刺してお祝いしといたらええやん、みたいな、そういう、もうそれでいいやんっていうマインドでそうなってるんじゃなくて、いろいろお祝いはしてあげたい、ね、あれもやってあげたい、これもやってあげたい、けど、まあ実際ね、いろいろ忙しかったり、余裕がなかったりして、できないこともあるけど、その気持ちは本物じゃないですか。いやだからね、海空さんめっちゃ優しいし素敵なお母さんですよ。で、めちゃくちゃ頑張ってるんで、もう疲れて当然やし、イライラして当然、やと思います。ね、だからどうか、私めっちゃできてるやんっていう部分を見てあげてください。めちゃくちゃできてますよ、もうすでに。もう最高のお母さんのレベルでね、できてます。はい。安心してください。僕はこのレターを読んで、めっちゃ素敵やんって思いました。きっとね、お子さんもそう思ってくれてるんちゃうかな？うん、って思いますね。はい。で、とはいえですよ。まあ、誕生日いろいろやってあげたいとかね、外食も行きたい。旅行も行きたい、あると思います。それをね、頑張る、なんか、イライラするくらいなら頑張らなくていいやんっていうのは、確かにそうなんですけど、なんか、無理して、イライラして、もう、てんやわんやなって、とか、なりながら頑張るんじゃなくて、楽しめる範囲で頑張るのは、いいんちゃうかなって思うんですよ。楽しめる範囲で、自分のできる範囲で、頑張る。もう日々だって頑張ってるんで、さらになんかしようって言ったら、もうどうしても頑張らないといけない部分多いと思うんですよ。
でもじゃあ頑張らなあかんから何もせえへんじゃなくて、頑張らなあかんねんけど無理してね、それこそ自分を押し殺して自分の気持ちをいろいろ我慢して頑張るんじゃなくて、いける範囲で頑張る、なんかそのいい塩梅が見つかったらいいなーって思ってるんですよ。で特になんかね、レター読んでちょっと思ったんが、こう私のやりたいを押し付けるってね、押し付けてはいけないって書かれてるんですけど、やりたいっていうことに対して協力してもらったり応援してもらう、協力を頼んだり応援を頼んだりすることでもいいと思うんですよね。なんか押し付けるか、向こうからやったろって言ってこう協力してくれるかっていう、なんかそのなんか二つのね、二択みたいな感じにちょっと見えたんですけど、そうじゃなくて押し付けるんじゃなくて、協力して、私これやりたいねん、だからみんなの力が必要やねんって言って協力してもらう、そんな姿勢やったらどうですかね。なんかね、今結構誕生日の準備とか外食行くとか旅行行くとかいうのも、私が行きたいんやから私がいろいろ計画立てたり準備したり、いろんなね、夫にこれやってあれやってとか言ってこう指揮を取ったりとかね、なんやらかんやらとかこういろんな準備とか、なんか全部自分でやらなみたいな風に思ってないですかね。全然ね、自分でやらなくていいんですよ。自分がやりたいことは自分でやらなあかんじゃないですから。自分がやりたいけど結局家族みんなでね楽しむもんなんで、私はこんなことをやりたい、こういうことを子供にやってあげたい、だからこういう部分を夫に協力してほしいってお願いしたらいいし、子供にも別にね手伝ってもらったり、まあなんか物理的に手伝ってもらわなくても、なんかこう応援というか肯定というかね、乗ってくれたりしたら嬉しいじゃないですか。それをお願いしてもいいと思うんですよね。だから私はできないけれどこういうことがしたい、だからみんなの助けちょうだいっていうスタンスで関われるようになると、もうちょっとなんか楽になったりしないかなとかも思ったりですかね。で、まあ理想のね誕生日パーティーとか理想の外食とか理想の旅行にならなくてもいいじゃないですか。仕方ない、やっぱ現実ね、どこまでできるかとかどんなことがねできるかってやっぱ現実的な問題があるんで、理想はあるけども今できるのはここまでだって妥協しなあかん場面もあるかもしれん。でもね、それ妥協したらいいと思うんですよ。その理想はほんまはこれがしたい、パーティーもなんかすごいもう風船わーやって、なんかその折り紙でわーって作ったなんかリボンというか、なんかその紐みたいななんて言ったらいいかな、僕子供の頃よく作ったなって思うんですけど、そのなんか、細長くね、折り紙を切って、でそれをくるっと輪っかにして止めて、でそのまた輪っかにまた別の折り紙輪っかにして、輪っか輪っか輪っかって輪っかつなげて、なんかパーティーみたいなああいうの手作りしたりとかね、なんかケーキも、ね、飾り付け自分らでやったりとか、なんかちょっとチキン焼いちゃったりとか、まあそういうね理想の誕生日プランあるかもしれんけど、いやそこまでできひんわっていうのもあると思う。だから私ほんまはここまでやりたいけど、まあでもしゃあない、もういろいろ忙しいし、もう自分でねいろいろやる言っても限界があるから、じゃあもう折り紙ね、なんかいろいろやりたかったけど、もうしゃあない、ダイソーでいろいろ買ってちょっと飾り付けね、既製のやつでパパッとやっちゃおうかとか、チキン焼きたかったけどもうオーブンでチキン焼くなんてもう要せんわと、もうだからスーパーで買ってきたやつ温めるでええやんとかねほんまここまでやりたい、こんなこともやってあげたい気持ちもあるけど、まあ実際、まあ、今がこれ、今はねこれが精一杯やなと、そのほんまは自分はここまでやってあげたいよ、こんなこともしたかったよっていう気持ちも大事にしながら、でも今できる精一杯のことを私はやってるんだっていうことも認めてあげてっていう、まあとにかくね、もう海空さんすげえ頑張ってるんで、めちゃくちゃ素敵ですよ。もうそうやってね、お子さんの誕生日ね、いろいろね企画してお祝いしてあげようって思ってることだけでも十分素敵やと思うんで、
うん、そんなご自身のこう素敵な部分とか優しい部分とか頑張ってる部分を、ご自身でしっかりね見てあげてほしいなって思いました。はい、レターありがとうございます。あ、思ったより回答が長くなったので、じゃあその心理学のね件はまた次回ご紹介しようかな。はい、今回もね最後までお聞きいただいてありがとうございます。この放送のね、レターお待ちしております。ご相談であったりご質問であったり番組への感想であったり何でもね大丈夫ですのでお気軽にお寄せください。また心のシェア会開催しています。グループトークセッション、グループカウンセリング、オフ会、まあ、様々な側面を含んでるね、イベントなんですけれども、こちらもね、放送のね、説明欄に、モッシュという募集ページのね、URL も貼ってますので、定期的にね、ご確認いただければと思います。で、メンバーシップもね、開設しています。こちらでは、まあ、カウンセリングのね、ご案内を一部ね、限定的にしていったりとか、その心のね、シェア会の募集を、優先的にね、先行案内させていただいたりとか、あと声日記ですね、限定の配信なんかもしていますので、興味ある方は、チェックいただければと思います。はい、というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。